さあ、はい、やっていきましょう。新無実況パート53でございますね。いよいよ、いよいよというかね、最後に撮った、あの、シェンムー撮ったところが結構取りためてたからね、久しぶりにやる感じになってしまっている。久しぶりにやることになって。12月29日月曜日、だからだんだんこのシェンムーの時間が現実に追いつきかけているね。今日12月22日です。こっちの現実ではね。あっ、まあいいや。どうも、セーブとデータロードから、データロードから始めるとだな、なんかあの、字幕が出ないっていうのに気づいてね。喋りのところで字幕出てくれたらパッと飛ばしやすいのに、という。おもむろにバスに乗って、港に、おもむろに。そして、朝一で始めると言ったらこれ。フォークリフトレース。もう、これさ、Good morning, everyone. Good morning, everyone. 今日も恒例のレースをやるぞ。みんな腕を休んだぞ。いいけどさ、いつもの通り3周勝負だ。準備はいいな。これを実況としてなんかやるとなると若干たるいよな。実況で流すとしたらたるい。若干たるい。1位になろう。もう遠慮せん。1位になる。遠慮じゃないけど、この攻略法とかあんのかね。3番、毎回これ同じ人が3番になってない。村上が勝つ人も決まってんのよ。そういう意味ではあるんですよね。攻めてますよ。これはいける。これはかなりのラップタイムが期待できる。さ、なんかどっかぶつけさせて遅れさせられないのかな。ぶつけさせて遅れさせられないのかな。よし、いいぞ。これは1分切るぞ。このタイムは1周目から1分切れる。59秒80。切れるっていうか、もう切ったけどギリギリだな。でも1位が見えてる。1位の背中が見えてる。あれだったかな、名前忘れたな。近藤さんか。こんなチキンターンしていけないな。チキンターンしていけない。もっと最高速で S 字クランク曲がりきらない。 S 字クランクですか。 L 字クランクだよ。 S じゃねえ。1位の背中が遠いですね。でも今のコーナリングが良かったよ。このままクラクション鳴らす。ここはカットする。このカットが詰めれる。一気に詰めれる。よし、ペペンペペペペンペペペペン。1位の背中が見えているんだけれど、これ1位になったらさ、もうやめさせてくんねえかな、このフォークリフトレース。この時期にも等しいフォークリフトレースを。時期じゃねえけど、なんだろう、なんて言えんかな。時期とは言わないな。なんて言えんだろう。もう本当にこのおままごとじゃないんだよ。なんかその無駄なお遊びみたいな。戯れごと。うわー、厳しい。抜けない。前塞がれちゃ抜けない。ちょっとスピード落とそう。あそこのショートカットで追い抜くためにちょっと今はミスれない。ここで抜く。ここだ。うわー、よし抜けた。1位です。これはいい。よっしゃーい。やつ半面じゃねえか。CD にしてはいい腕だな。ほら、1位の商品だ。どっから出した？ありがとう。フォークナンバーワンフォークボーラーになった。杉下茂人だった。仕事も頑張ってくれな。こくり。午前パートがさ、あまりにもなんかその
走ってフォークで走ってフォークリフトで荷物運んでって大体それで終わりな。大体それで終わりだからね。今日は荷物の理解をやってくれないか。ああ、まずここにある荷物を第8倉庫へ運んでくれ。そこで荷物を下ろしたら、今度は第8倉庫にある荷物を運ぶ。行き先は18番倉庫だ。場所は知ってるな。2個分。まず第8倉庫に荷物を置いて、それから18番倉庫へ行くんだな。よっ。間違わないように気をつけるんだぞ。ノルマはマップに書いてある。わかったよ。ノルマはどういう風に計算されるんですかね。だんだん難しくなるのは詐欺では、一種の詐欺では。第8倉庫に なるほどね。これはいきなり難しいですわ。黙々とやっちゃいかんのだよ、実況だな。実況では自分で一人家でやるんだったら、それは家でやってるから自分で一人で家でやってるってことに変わりねえな。実況取らずにやってるんであれば別に誰とも話さず黙々とやればいいんだけど、これはもう実況だから。ぶつかんねえよ、ぶつかんないって。あの人ちょっと邪魔ではないですか。邪魔じゃないですか。18番倉庫ですよね、これが。これが8番倉庫か。で、8番倉庫のインに置く。インに置いて、これを、わ、なるほど。違う荷物ですね。一回、これを18番まで運ぶと。うん、いきなり間違えた。勇み足だった。これで、これで1個分。村上邪魔。あ、もしかしてこれクラクション鳴らしたらあれかな、人がどけてくれたりしないかな。もうほんとなんか慣れたね、この町に、この港に。どこどいきゃ何があるくらいはもう簡単に分かるから、ね、それがあの街歩きの楽しみの一つではあるね。なんか最初はもう不慣れな街なんだけどさ、だんだんこういろいろと住む日数につれて、住むにつれてだんだんとこの道が分かるみたいなね。そういうのいいとこだよね、街というもののいいところというか、なんて言えばいいかね。分かるとなんかその一気に親近感が、よく分からないと不安なんだけど、よく分かってくるとなんかまるでここが自分の住みか、秘密基地でも住みか、自分の部屋みたいな、お家のような安心感、実家のような安心感になってくるんだね。だけどですね、これ今回どう考えてもそんなに個数運べないが、運べれるようになったらだんだんと難しくされてないか。だがその高い壁も越えていく。ペペン、おっ、どいてどいて、おい、どけ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 、これはもう邪魔でしょう。今日が22、明日が23、明後日が24、クリスマス。おっと、あれは誰だって名前が出た、近藤さんかな。クリスマスが、まあでもあるか。そうは言ったってじゃないか。この実況を上げた日がクリスマスではないわけだから、それはおかしいな。クリスマスをそんなにアピールしている必要ない。蜂蜜とクローバーの描写の中でね、クリスマスってのは今年一年の通知表だかなんだか、これよく言ってる、俺がよく言ってることなんだけど、ハチクロのワンシーンがあるんだね。蜂蜜とクローバーの、ね、よく言ってる話なんだけど、一年の通知表なんだとかなんだか、ね、一年自分が頑張ったらクリスマスは楽しいし、恋人のいる苦しまし、俺何やってんだ、
何やってんだ俺は。もうしょうがない。あれ自分が何をしているのか分からなくなった今。18行ってぐるっと回ってこっちに来ちゃったんだね。話に夢中になりすぎた。夢中ってほどの話でもなかったと思うんですけど。腰が折られたな、話の腰が。自分で折ったんだけど。自分で自分の話の腰を折るって、なんて言いやいいんでしょうね。オウンゴールだな。そうだよ、そうだよ。やっぱこっちだよ。あっち一個取らずに、印のない、オレンジの印のない、オレンジの印のないやつをまず8番倉庫まで運んでから、向こうのやつをこっちに運ばなくちゃいけなかったのに失敗してしまって、こっちの運ばずにもう行っちゃったんだ。即8割。時間的には案外これでいいかもしれんな。これでいいかもしれない。いい感じかもしれない。今回ノルマ何個？ 10 個無理でしょう。もしかしてあれかな、一つ一つこれで6個分とかになるのかな。なんなら延々その8番にだけ運ぶのを繰り返したっていいんだぜっていうことなのかな。この荷物をなんか適当なところに置きだめして一気に運ぶとか、そんなしちゃダメだから、まあ意味はないか。置きだめするのの意味は。ペペン、ちょっと難しいな。間に合うなら18番まで行きたい。間に合うなら18番まで。5分、10分、10分では18番まで行きれんかな、やっぱな。18番まで10分、7分、6分、5分ぐらいか。5分で18番まで。いや、運が良ければ行けるかもしれない。ペッペ、あと3分、2分、いけるな、いけるいけるいける。焦るなよ、焦ると負ける。これでどうだ。はい、時間切れ。時間切れだね。昼休みか。しくったな。どういう風に計算されるんだろう。てしまいましたな。お、まだ13分、あと7分間あるぞ。7分あるっつってもな、この7分で何かイベントがあるかっていったらないんだよな多分。どうせ昼飯食って皆さんとお話をして、おい、なんだこりゃ。ボコボコにされてたのに元気になってやがる。まいちゃん、ゴロ。歩き方変。兄貴、俺、肩着になるつもりなんすよ。肩着。真面目に働いて、こいつと結婚。サインス。結婚ってまだ高一だろう。高一。知らないの？女の子は16で結婚できるの。女はな。でもゴロなんかと。ゴロなんかと。頭悪いけど、ハートはすっごくいいんだ。でも五郎だぞ。でも五郎だぞ。じゃあ兄貴、今日はこの辺で。じゃあね。こいつら。でも五郎だぞって顔してる。こいつら。五郎と舞ちゃん結婚するし、バカなのか。まあバカなんだろうな。だから設定が出ない。これだ。違う。この設定のところでこのシェンムーモードをちゃんとゲームモードにしないといけないんだよ。これを忘れるとああいう風になんか
声だけで話が進行してしまって、実はねちょっと音量小さいんですね、耳で自分の方で聞こえてるのはね。だから何言ってるか分かんないとかさ、自分の喋りで被って何言ってるか分かんないのもあるしね。ひさかさん、ちょっとまゆちゃんがおかしなこと言ってましたよ。いらっしゃい。ひさかさん、忙しいですか？そうね、忙しいって。そうですか、じゃあ急ぐ。ええ、言うほど急いでないだろう。それ8番倉庫の様子を見させてくれ。どんな風な具合。ああ、君、え、立ち入り禁止だから。え、さっさと出るんだ。何を。ああ、ここで働いてるんだ。入れてくれたっていいじゃないか。走る。特になんもねかろうな、この昼間は。昼間はこの昼間は特に何もなかろうな、何もなかろう。特にキレキレの喋りができるわけでもなく、あのクリスマスの話はどうだ、どうしたっけ、どこまで話して結局終わったんだっけ。クリスマスの話、通知表だって話。クリスマスってのは1年間の通知表だから、そのクリスマス一人ぼっちで過ごすということは、つまりあんたが1年間頑張れなかったという。おじさん、悪いが今は、はいはい、わかりました。そらしいよ。街のイルミネーションやカップ、そういった人たちがプレッシャーを与えてくる。お前は本当に1年間頑張ったのかっていう、そういうプレッシャーを与えてくるみたいな、そんなお話だったような気がするんだよな。あの竹本にさ訴えかけてくる。うわーって、うわーってし、うわーってショートケーキ食べないと。なんかいろいろ話が混じってる気がするけど、イベントらしいイベントもねえな。すいません。はいはい。マッドエンジェルスについて。マッドエンジェルスの。ちょっと大きな。そうですか。もう言い過ぎでしょ。ことあるごとにいろんな人にマッドエンジェルスのこと聞いて回ってるけど、さすがにちょっとおかしいな人だと思われてるんじゃないかな。さすがにね。何しよっかな、残り時間で。今17分23秒24秒って時間を見てて、それここでなんかイベントがあるんでしょう、食堂の前で。その食堂の前で夜に起こるイベントまではとにかく暇ですわな。暇だから、まあバイト午後の部までは若干暇だな。この人が社長。お疲れ様です。お疲れ様です。お兄ちゃん、なぐまさんの送ってる。はずきです。ああ、そうだった、そうだった。もう仕事は慣れたかい？まあまあ慣れた。ええ、なんとかやってます。そうか、そうか。取り残ったら二つ取ってやるぞ。はずきです。ああ、そうだった。そこ言う？いや、別に言わんでいいだろう。二つ取ってくれるんだったら、それ頼む。こんなところに焦点が当てられた。何食ってんだろう？やっぱら見えねえわ、見えねえわ。すいません。すいません。はい。なに？おばさん。どうしたの？お腹空いてんのか？腹は減ってない。お金のことなら心配しなくていいよ。ある時払いの催促なしで。いや、そういう。それはありなのか。それはありなのか。ある時払いの催促なしっつったらもうそのまま踏み倒すわ。それはそのまま踏み倒すわ。まあ午後のバイトのパートだな。次はで夕方になるでしょ。うん、もうちょっと時間潰すかな。ダラダラと走って、ダラダラ。そうだ、トムに話しかけよう。トムで会ってたよな。トムのバーガー屋のトムに話しかけていこう。ヘイトム。トム。Hey, yo.ちょっと聞きたいことが。流殺って知らないか？流殺？マッドエンジェルスのやつらを流殺が…サーリーそうか。トム、何も知らない。聞くだけ時間の無駄と。そうですね。それ、前回のパートで…前回のパートで電話かけたのはどうなったんだ？すいません、チン大臣に会いたいんですが。お名前は？お名前は？ハズキと言います。チン大臣から連絡を受けております。昨日板電かけたはずなんだが。申し訳ありませんが、お通しできません。昨日板電をかけたはずなんだが、その板電の効果が翌日まで継続してないな。
とく入れんな。絵描きのお姉さん、仲良くなれんのか。すいません。何か？何か？あの、悪いけど、顔アップ。今、一人になりたいので。寒くない？そうですか。寒くないかな。あと、ちょっと格好がずんぐりむっくりしてる。ずんぐりむっくりしてますね、お姉さん。さ、ここまでするか。今日は一旦ここまでするか。シュールだな。ゴロとマイちゃん結婚するらしい。シュールです。いやー、特にこれらしい、これといってこれらしいこともなかったな。これといってこれらしいこともなかったな。ということで、ここまでにします。ほな。動いてんだろ、後ろはな。ほな、ここまで。次回パートで。レジュームで。次回ここまで。次回ここから始めます。ほな、また。